第一カーニバル TV のお時間ですね。ということでね、始まりました第一カーニバルチャンネルですね。本日はね、節分の日、特別企画ということで、ので恵方巻きをねやっぱ作ろうと思って、やっぱりね、このチャンネルはやっぱ基本やっぱ主婦のね、あの塾女の皆さんとか、あとやっぱ子供ですね、やっぱ教育系の YouTuber としてもやってるから、子供とやっぱ主婦がやっぱ一番多いんですけど、まあ、ちょっと今日はね、まあ、主婦層に向けたね、もう世界一簡単なね、恵方巻きの作り方をね、もう皆さんにね、伝授を差し上げるということでね、まあ、本日はね、2月18日なんですけど、まあ、恵方巻きの人はね、もう離れてるわけなんですよ。もう日付がもう2週間ぐらい経つのかな。けどね、なんか前の動画でも言ったんですけど、もう恵方巻きの日とかもうないんですよ、節分の日とか。もうね、その人がね、もう節分の日って思ったら、もうその日が節分の日なんですよ。やっぱもうね、いい加減もうその価値観にね、囚われるのやめようということで、このやっぱ革命家のね、大使館にもが、もう今日はね、あ、そうだ、俺今日誕生日だ2月18だ俺誕生日だということで、作りましょう。じゃあまずはね、商品紹介ですね。商品紹介、まず一つは海苔。まあ海苔だね。何これ、寿司羽根。寿司羽根っていう海苔。瀬戸内かな。瀬戸内さんの海苔。あとはね、きゅうり。まあきゅうりだね。人生で初めて買ったな、きゅうり。カニカマサラダスティックですね。カニカマくんとね、レタスですね、リーフレタス。福岡さんがいいんじゃない。やっぱり福岡さんがね一番うまいと思うんで、レタスは、福岡さんのレタス。最後やっぱね、お米くんですね。お米くんはね、まあ1人前ぐらいですね。これでもうね、簡単に作れるということで、主婦の皆さんね、早くね、メモ帳を出して、こうやってか、もうメモってもらってね。はい、まずはね、チンします。チン、今日冷凍ご飯はね、5分でいけるんで、ここ時間が勝負なんですよ。大カリクッキングはね、時間が勝負ということで、で、まな板ここがいいか。まな板。包丁。キュウリ切ろう、キュウリを。キュウリ、あんまり、洗った方がいいね。洗った方が。キュウリ。で、海苔ですね。1枚で。まあね、海苔は、海苔じゃねえわ、きゅうりはね、適当に切るんですよ。適当、料理っていうのはもう技術なんで、考えちゃダメなんですよ。もう直感でやる。そこはやっぱね、主婦の皆さんにはそういう能力がないかもしれないんですけど、このカリスマの料理研究家の第一カーニバルはやっぱそういうセンスがすごいから、もう適当に切る。味見をね。めちゃくちゃきゅうり。次はサラダスティックですね。まあ3個くらいかな。もう3個。センスで、レタス。もうレタスが主役なんですよ、やっぱ恵方巻きっていうのはね。レタスをね、1枚。しおれてんの気にしないんだから、料理死ぬ。あ、そうだ、忘れてた、ツナ缶だ。ツナ缶をね、隠し味として死ぬ。ツナ缶を入れましょう。最悪、袋死んだ。
最悪だ。どうしよう。お、なりましたね、なりました、なりました、なりました。よし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 、なりましたね。よし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 、こんぐらいか。よしよしよし、ここからもスピード勝負ですから、スピード勝負です。よし、まずご飯、ご飯、ね、ラップなんですよ。ラップをね、皆さんのクレラップ、これおすすめですよ。主婦の皆さん、クレラップが一番使いやすい。マジでクレラップをね、まな板に乗せます。まな板に、よしよしよし、こんな風にね、まな板に乗せます。まな板に乗せて、で、米を敷き詰めます。米を、米、よしよし、こんな風にね、こんな風に、あ、いいんじゃない。そう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 、ね、乗せます。まずね、まあ、酢飯とかあるんですけど、もう酢飯はもうめんどくさいんで、酢飯も普通のご飯も多分そんな味変わらないんで、もう今日はこれでいきますね。その後にね、レタス、レタスをね、適当なんですよ。もう行こうかな、行こう、行こう。で、もう一丁一応ね、もう一丁行って、で、キュウリ、キュウリくん、キュウリくんたちをね、引き詰めます。キュウリくん引き詰めて、キュウリくんを引き詰めて、で、カニカマくんね、カニカマくんたちをね、カニカマくんたちを乗せて、で、ここに隠し味ですよ。あ、いた、このシーチキン、シーチキンをね、ちょこっとり、ここはね、ね、やっぱセンスが必要だから、さじ加減ね、こんぐらい。あ、もう一丁行こう、もう一丁行こう、これこれこれ、よしよしよし。で、で、あ、やべ、海苔引くの忘れてた。どうしよう、やばっ、どうしよう、え、やばっ、よし、いいや、これで巻くんですよ。お、お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。お、いけるいける、お、お、いける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 、うわぁ、あぁ、あぁ、あっつ、あっつ、あっつ、ダメだ、失敗だ。まあ料理にはね、やっぱ失敗はあるんでね、失敗が料理ですから。もうね、全てね、人生思い通りにね、いかないんすよ。やっぱこれ見てるキッズの子たちもさ、やっぱ教育系 YouTuber はちょっと言うんですけど、人生うまいことなんかいかないから。俺最悪だ、失敗したわ。え、海苔を引くのせつだ。いや、どうしよう、もういいや、もう一個海苔を、最悪だ。うわ、恵方巻きだ。え、おー、いいね。よっしゃ、恵方巻き、うっ、落ちた、最悪だ。いただきます。うん、うまいね、やっぱ恵方巻きは。うん、いいんじゃない、味は。うん、やっぱ味はやっぱうまいね、俺ね。うん、やっぱ料理得意だからさ。うん、カニカマ落ちてゴミついた。まあね、やっぱ恵方巻き、うん、恵方巻き、うん、恵方巻き、ご巻き、うん、ということで、まあね、今回料理失敗したんですけど、うん、料理っていうのはもう失敗がね、つきもんなんで、うん、ということで、以上、第一カーニバルのね、お料理クッキングじゃないか、今回違うんだ。恵方巻きのね、作り方でした。まあ結構いいんじゃない、恵方巻き、ほらね、恵方巻きね、うん。